こちらは火星の画像です。NASA の画像を調べていた UFO 研究家のスコットさんが発見したと言われていますが、2016年に発見された画像で、スコットさん曰くこれは火星に墜落した UFO だっていうんですね。これは奇妙な円形の形状が部分的にこれに埋もれて、そこから何かが突き出てると。 で火星にはやっぱり宇宙人がいて宇宙船があるに違いないとスコットさんは力説しているそうです、まあ、こういう画像たくさんあるんですよね月に UFO があったとかですね、まあ、そこに行って調べることができないのであそうねっていう人もいればこれは岩だよっていう人もいますので、まあ、見る人によってそれぞれ意見が違うんだと思います、まあ、Hi everyone, this is、まあ、今回は UFO にアブダクションされたかもしれないっていう人が もしかしたら宇宙人が住む国に行ったっていうお話が残っているんです場所はメキシコグアダラハラハ時は1953年10月9日です元エンジニアだったアアントニオ・アポダカさん彼はエンジニアの仕事を辞めて農家へと転身しましたそしていつものように畑を耕していると 丸く輝く輝物体が自分のの農園に着陸するのを目撃したそうですその時小さな人たちがその物体 UFO から現れてアポダカさんにペコリとお辞儀をしたそうですそして何を話したのか覚えていないけれども異世界への4日間の旅に連れて行かれたと言っていますそれは UFO に乗って彼ら宇宙人たちの星へ 連れて行かれたのだと思うとのことですがアポダカさん曰く宇宙旅行した感覚がなくてどちらかというと異世界パラレルワールドを垣間見たような感覚が残っているということですどうしてそう感じるんですかって聞いてもそれはわからないと答えたそうですそこは緑生い茂る美しい場所で建物がでもほとんどなかったそうです建物がないなと思ってたら宇宙人の方から 居住空間は地下に建設されていると言われたそうです眠る時や何かの勉強や仕事の時はみんな地下に潜ってそこで生活をし地上に上がってくる時はバケーション休暇だったり新鮮な空気を吸ったり日光浴をしたりする時に出てくるそうですその宇宙人たちの場所で流行っているのは毎日ある一定期間新鮮な空気を吸いに地上に出てくる これが彼らにとっての健康維持方法ということらしいですね。で、食べ物はどうしてるんですかって聞くと、彼らは地球人の言うところの食べ物っていう概念はなくて、太陽の光や熱を直接取り込んだり、地面の熱、地熱ですね。あるいは自分たちで化学反応で生み出したエネルギーを摂取してるということです。すると、アポンダッカさんがですね、 食べ物を食べる楽しみがないですねって言ったそうですそれは宇宙人たちはわからないって答えたそうですその地球人の感覚とやっぱり全然違うんですよねですごい不思議なんですけれどもそこにフランス人の方が2人住んでたそうですでフランス人たちも小さな宇宙人に連れられてやってきてここが気に入って住み着いてるって言ってたそうなんですけれどもびっくりして食べ物どうしてるんですかって聞くと 完全なな菜食主義者なら住めるということですそこで採れた野菜や果物や時折宇宙人が作ってくれる栄養ドリンクなどを飲んで健康に暮らしているということなんですが一体どんな栄養ドリンクなのか気になるんですけれどもでいつからここに住んでるんですかって聞くとよく覚えてないって言ってたんですがただ自分たちの町がドイツに占領されて他へ逃げたかったとは言ってたそうです。フランスの特にパリが ナチスドイツに占領されてたのは第二次世界大戦の時で1940年から1944年までなんですねその4年間ナチスドイツがフランスパリを占領していたんですがつまり彼ら彼女この2人がですね1940年に宇宙人の星に来たとするとですねこの時1953年にに アポダカさんは連れ去られてるんで13年はそこにいたってことになるんですけれども13年そこで住めるのかと完全な菜食主義者ベジタリアンとしてですねこれはですねすごいことだなと思いますし健康的なんですってだからアポカさんもびっくりしてですねで えなぜかこの2人とどの言葉でしゃべったのか覚えてないんですって <laughs> フランス語なのか何なのかもううまく意思疎通はできたということなんですねその後いつこの2人にお別れを言ったのか覚えてないんだけれども気がついたら自分の農園にいたっていうことなので部分部分の記憶は飛んでるんだけれどもそこに行きましたよっていう話なんですねあのナチスドイツがフランスのパリを占領してそれをパリを解放しろって言ったのが イギリス、アメリカを中心とした連合軍がフランスのノルマンディーていう場所の海岸沿い海から奇襲攻撃、特攻をかけてですね上陸を果たしどんどんナチスを追い詰めてでフランス、パリは解放されたんですそして、まあ、第二次世界大戦の終結へとどんどん進んでいくんですけれども、まあ、びっくりしますよね、そこから嫌,が嫌だなと思ってたときに宇宙人が連れに来てくれてそこが気に入ったから戦争がある国は嫌だ。 そんな地球に戻りたくないと思ってそこにいますみたいな話なんですがその後そのフランス人がですね生涯そこに住んだのかそれとも地球に戻ってきたのかはわからないということなんですねでこの時このエイリアン宇宙人とアポダカさんは約束をしていて後で野菜とか種をちょうだいって言われてたんでえ自分は普通にまたいつもの日常に戻って行って畑仕事をしていたらやっぱりまた ユーフォが降り立ったんですってでその時の約束を果たすべくいろんな植物の種種を宇宙人にあげたとで彼らが言うところのシカシカをオスメスに頭あとウサギこれを持ち帰ったそうですなんでシカとウサギなのかがわからないんですけれどもその宇宙人たちの星には宇宙人ってちょっと小さいんだけれども 背の高い種類も住んでてあるいは人間が見るところの動物とは違うんだけれども明らかに動物っぽいのはいたっていうことを言ってるんでそこに付け足す意味で鹿とうさぎを選んだのかなって分かると思うんですけどよく分からないですよね。でその後ですねこれはすごいっていうことでいろんな UFO 研究家がアポダカさんに会いに行ったんだけれども僕はもうこれ以上一切の公表はできないと。 それ宇宙人から言われているからこれ以上の公表はできませんっていうことで全部断ったそうなんですね、でその後アボダカさんがですね行方不明って言いますかなんていうのかなそこから忽然と消えて農場をやる人もいなく本当にもさびれていったらしいんでそのまんま。 いなかったんで、もしかしたら宇宙人の場所に戻ったのか、あのフランス人のように向こうで住んでるのかは分からないということです。ちょっと不思議なんですけれども。まあ、こういったお話があったので、まあ、こう、紹介してみたんですけれども、まあ、連れに来てくれるのはいいけど、どうなんでしょうかね、当期、本当に臆病なんで、そこに住みたいかって言われたら、ちょっと躊躇しますね。 いいいや元の場所でいいですってただですね本当に苦しくて苦しくてこの場所から逃げたいっていう状況だったらフランスのあの方たちのようにあそこに住んでもいいかなど,どっちみちどこに住んでも苦しいんだったら、まあ、新しいところにその宇宙人のところで余生を過ごしてもいいかなみたいなことにはなるかもしれませんがその時のその自分の置かれた環境とか精神状態による。 だろうなと思います、まあ、皆様は今回のお話どう思いましたでしょうかもしよろしければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではおやすみなさい。